はい、皆さんこんにちは、元気なおじいです。今日は11月27日月曜日、時刻の方は10時9分です。テレテテーン、ピピョー。はい、そんなわけでね、プロジェクターの話題になります、まあ、とにかく中華プロジェクター K1 は画質番長ね、右に出るものはなし、ね。だけど今回はこの裏モードの画質設定についてね、ちょっとお話、シリーズの動画になっております。シリーズ動画これね、視聴者様からコメントをいただきましたね。おじ K1 届きました、イエイね。今回のブラックフライデーにて購入、おじに感謝、本当に画質がいいですねってことだよね。ありがとうございますね。とにかく画質はいいですね。もう画質番長ね、とにかく画質ね、裏メニューについてはおじいの動画でいつも見ていたので、みんな知ってるものかと思っておりましたね。でもおじいの動画みんな見ないからね。でもね、みんな知ってると思いましたって見ないからね、本当ね。まあ、見る人は少ないですし、大体サムネとタイトルだけ見て判断する人が大体全体的の半数以上と言われてるし、あとはうるるるるるってね、倍速で見たとか、こうつまんでピッピッピでね、行くんで、まあ大体おじの動画って長いけど、平均視聴が大体3、4分ぐらいなんでね、なので、まあ大体知ってる人っていうのはちゃんと情報を見る人なんだね。本当にその情報を必要として知りたくて見る人ね、大体そういう人が多いと思います。本題、リモコンの裏メニューボタンを押すと最上位にテレビ設定太い文字が表示され、その下に写真モード、音声モードの選択項目、で写真モードから進むと標準、鮮やか、柔らか、ユーザー、 PC モードの選択項目が表示される。それぞれに対して上から同じ選択肢が並んでおります。輝度、コントラスト、色、色相、シャープネス。でそして県の色相についてはユーザーでも選択不可。なお標準、鮮やか、柔らかから輝度、コントラスト、色、シャープを調整しようとすると自動でユーザーに戻されるようです。まあ、これは当たり前なんだよね。すべてみんな同じだって、鮮やかとか柔らかとかね、標準だよっていうその設定があるわけで、でそれを基準にして、あ、ちょっとこれをもうちょっとこうしたいって調整するわけで、調整したらユーザー設定なんで、戻されるっていうか、いじらなければ戻されない。いじるともうその標準設定の鮮やか柔らかね、けどコントラスト、色、シャープネスとかじゃないわけなんで、もう違うんでね。ただその設定から離れたらユーザー設定になるわけです。だからユーザーになるわけですね、まあ、これはもう当たり前のことだね。で徒歩 HDMI1 のみ検証、 Fire TV スティック自然にともに上記同様、色相選択不可でした。そうなんだね。ちなみにシステムバージョンは最新と表示、バージョン 1.0002022 の12月16日なんだね。取り急ぎ要件のみ、 Bluetooth 音声遅延については本当にひどい状態ですね。どうしたものか、今後の課題こと、だ本当うちも一緒に言ってるけど、 Bluetooth 使う意味がないね。まあ、どうしてもっていう、だそんなに遅れても構わないようなものってあるので、まあ、そういうものぐらいだよね。だ本当有線にかける、だから本当にだからアンプ通してね、AV アップ通したらまあ一番いいんだけどもね、まあ、とにかく音も本体から、まあ、本体の音でね十分聞けるけれども、やっぱりステレオとかサラウンドで聞いた方がいいしね、結局。まあ、そんな感じです。はい、次の方、ね、お疲れ様です。東方の K1 は初期に購入しているので、おじいさんとメニュー項目は一緒です。オンラインアップデートも最新バージョンで、アップデートの必要性はないようです。
バージョン違いがあることが公式に発表があれば分かりますが、実物見ないと何とも言えないですよね。当方の感覚では色温度の調整をマイナスにするとナチュラルな色味になっていくので、まあ、できないのは厳しい。さすがにおじさんも返答に困るでしょう、でまあおじはね、家電品って発売直後のロットがね、コスト仕掛けて仕上げてある、 コストね、コストかけて仕上げてある。一番最初のやつはね、徐々にコスパ重視になってるけど機能に違いが出るのは困っちゃうね。何でもそうなんです。すべて、もう世の中にあるものすべてそう、ね、チップ、メモリ、コンデンサー、何でもそう。どんどん日々進化していくので、どん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 新しくコスパがいいものに、でゲーム機にしても何してもどん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 こう小型化していくし、ね、中の規模がどんどんしてくる。だからあのスリム型とかね、こんなちっちゃくなったのプレステ4とかね、そんな感じじゃんね。もうファミコンなんてもう、もうね、メモリとか入っちゃうでしょ、ね、何でもそうなんだよ。ちょっと待って、よいしょ、電源消しなかったね。今足ブルブルブルってやってね、電源消してなかった。それで何でもそうなんだよ。プレステ2だって一番最初にプレステ3か、初期ロットをね買えばプレステ2がエミュレーターで動くとかね、お金かけてる。 Xbox でも何でもそうなんだよ、ね、しっかりとお金かけてる。でどん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 廉価版っていうか安くね、高い高い高いっていう人にあれしてどん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 こう安くね、なっていくわけで、消化にどん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 しょぼくなっていく、ね、まあそういうもんです。おっしゃる通りです。いい機種なのでこのようなことにならないようにしてほしかったです。メーカーの想定以上に売れてしまったんでしょうね。K1 のようにコスパのいい機種が出たときは早々に販売金額を判断して早めにゲットした方がいいと感じました、ね、そう K1 の場合ね、まあ、シリーズ化っていうか、本当もうちょっと早くやめたかったんだろうね、きっとね。でも売れてるんだよ K1 が、ね、だから完全にこう K1 からコスパがいい機種になって、本当販売元の値段としてはそんな変わらない感じで K1 から機種にバトンタッチをしたかった本当はね、でもやっぱり20円 K1 のファンが世界中にいるってことなんだね結局。だからやっぱりこういう、まあ、シアター関係ね、このプロジェクターのハードで言ったらやっぱ映像を見る機会なんで、映像イコール画質なんで、やっぱり画質重視で選びたい、この金額の予算の中で画質で選びたいっていう人はね結構多いし、で日本はお金持ちだからね、お金はどん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 出てくるし、ね、K1 が高いと言ってもじゃあ2万円だったらね出す人もいるわけで、でも海外だとその2万円も高いんだよ。日本人ってこう感覚が結構リッチなんで、お金持ちだからね。で海外は本当おじいがいろんなやり取りをしてると本当にもう切な感じでね、1万円2万円のプロジェクターを買うっていうのも結構大変なんだよね。まあ、そんなわけでね、まあ、画質重視っていうのは、お金を出せばいい画質は買えるけども、これぐらい安く画質重視で買えるモデルはないんでね、まあ、K1 はやっぱ支持されるんでやっぱり売れちゃうんだよ。で売れるっていうことはやっぱりメーカーとしても作んないとね、できる限り売りたいよね。でもいろんなところでそのもう用意してあったものが、準備してあったパーツがね切れたら新しいものを入れればそこで変わっちゃうわけなんで、どうしてもね、難しい問題です。でちょっとね、僕の映画館さんね、リンク貼っておくんで、またねこのビックリマークと最後お金出しておくけども、インチキルーメン表記、これ当たり前になってるよね、ものすごく。でアップデートっていうのはよくされるんで、何も予告なく中身がどんどん良くなっていく。これは中間アンプもそうだしプロジェクターもそうなんだけど、インチキも結構多いんだよ。それでね、僕の映画館さんね、これが400アンシュルーメン、ね、
で、おじいもあのこれと同じようなこれね、あのエテルの E3 プロと多分同じグレードだと思うんだけども、で400アンシルーメンっていうのはどれぐらいの赤さなのか、僕の知ってる400アンシルーメン、ね、じゃないみたいなね、あのいろいろあるけども、でこうやって見ると、まあ、これあのちっちゃいよね。でこれは K1 なんだよ。でこれがエプション、ね、でこれが BenQ、ね、であのもう眩しいぐらいに明るいね、ここら辺が。でよく見てほしいんだけど、 K1 の大きさってこういう高い桁違いの上位機種と同じぐらいのボディなんです。なんでなんでしょう、ね、そして、映画館さんがね、いわばあのこれ V6 なんだけども、 K1 と比べてねかなり頑張っている。でもこれって大きいんです。で K1 のあのレビューなんか見てても分かると思うんだけど、あのおじいの比較なんかを見ても分かると思うけど、 K1 ってみんなでかいって言うんだよ。でかい。他のプロジェクターってもうちょっとこうコンパクトなんだね、こう S200。 最近の例えば P63 とかだと大体これぐらいなんで、奥行きもないしこれぐらいなんでね。でミニプロジェクターっていうと もっとこれぐらいちっちゃいんだけど、4分の1ぐらいしかないんだけど、で日本あの今の日本人ってこういう AV 機器知らないから、あの基準がね、プロジェクターの基準がおもちゃのミニプロジェクターを基準にしてるんだよ。だからあのこの K1 を見た時に、でかいでかい、重い、設置場所に困るね、こうやって書いてる人が結構いるんだよ。でプロジェクターってこれが今ずいぶんちっちゃくなって、でもこれが今の標準サイズなんだよ、この K1 も含めて。わかる？本来のプロジェクターって もっとこれぐらいでっかいからね、すごいでっかいからね。でそれでもすごいどんどん小型化したんだよ、これでね。 K1 はそれと同じぐらいの大きさでしょだ、ね、これぐらいあの熱を持つし、放熱もしなきゃならないし、でちゃんと画質のためにこうレンズ、この奥行きがないと、ある程度の大きさのレンズがあって、この奥行きがないと、だって光学ズームができないじゃん。だエピソンの EF11 みたいにこうデジタルズーム、デジタルズームっての、汚いじゃん言い方悪いけどね。だからね、そうじゃない、光学ズームで、光学でズームするってことは奥行きが必要なんだよ、ね、でやっぱより大きい画面で綺麗に見るためには奥行きが必要なんだよ。で中の元となってるのは 0.61 インチぐらいのね、要はベースがあって、そこからみんなあの拾ってるとかな、 RGB 拾ってまた合体して出してってプロジェクターいろんな、まあ、それはあの何種類か構造があるんだけどね、まあ、こういうカラフォリーがこうやってぐる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 回って RGB っていうのもあれば、3色の、ね、DLP だったら R と G と B だったら、こうやってレインボーノイズが出ないとかあるんだよ、いろんな種類がね。だレーザーもあの単色とあの3レーザーとかね、あの2色レーザーとかあるんだけどね。で今の日本人って、だ日本人ってすっごいあの世界で言ったら当たり前の基準のことを知らない、能天気、平和、お花畑っていうか、もうこれにケチをつけるんだよね。でこの K1 あのこれが標準のプロジェクターのシリーズでこんなに安く買えるんだねって我々はそう思うんだけども、本当日本人の基準決めがでかい、今でかい、お前設置場所だってね。ほんとそういう人たちってどういったものを好むっていうと、手のひらサイズだね。あの今一番ナンバーワンが Y から始まるメーカーのね、あのこうなってるやつね。であのシリーズとかだいたいあれぐらい同じようなのとか、そういうのばっかなんで、あれ何かっていうと
ああいうのっておもちゃなんです。あのミニプロジェクターと言われるものでおもちゃなんです。材料もおもちゃで、このミニプロジェクターと呼ばれるものは本当にちっちゃい画面でね、あちょっと映るよねっていう、でみんなで見れるとか持ち運びできるよねとか、そういう目的があるミニプロジェクターなんで、それを家庭用のホームシアターとして使おうっていうのがそもそもバカったれなんだよ本当ね。で、ちっちゃなプロジェクターでね、奥行きもないのにレンズもちっちゃいしね、奥行きもないから倍率が上げられるわけがないわけだし、でそんなに明るい光源だって熱持っちゃうし、そんなに明るい光源入れられないでしょうね。だ明るさに限界がある。だから近場でないとフォーカスが合わない上に、遠く離らかすと色が薄くなってね、暗いってことになるし、ボケてるってことになるし、これ当たり前なんです、ね、なので今の日本人には理解できないとは思うんだけども、今の現状でまともなプロジェクターのサイズってこれなんです。だから今の中華プロジェクターでこういうのがね、でかいこんなものだって言ってる人は、ちゃんとしたプロジェクターは使えない、一生、いや生まれ変わっても使えない、絶対。しかも値段の桁が違うからね。こっちは50万ぐらいするでしょ、まあ、実は40万ぐらいね。エプソンだってそうでしょ、ね。まあ、安くていいのは12万ぐらいで買えるけども、ね、やっぱ主流のやつ買うと40万ぐらいは平均してするしね。だまあこういうの買ってる人はもう一生こういうものは買うことは絶対にないとは思うんだけど、ね。まあ、知らなくていい世界とか、そこに近寄らない、分類、もう分類される、違う人種が違う、ね。こういうものを楽しめる人ではないっていうね、まあ、明らかにそうなると思うんだよね。じゃあここら辺はどうなのっていうと、もう分かるよね、見ればね。なのでこれがまあ400アンシルーメンって書いてあるものの、まあどれぐらいの400アンシルーメンか実際に見てみないと分からないんだけど、でもね、まあこの江川川さんね、まあ、K1 の比べた動画もあるしね、このガチンコ勝負、これリンク貼っとくんでね、ほんとすごい参考になると思います。で、あと、あ、ちょっとないけどね、この400足初めて買う方はあってね、まあいろいろ詳しく説明してくれてます、ガチンコでね。だこういうのをね、ちゃんと見てて、でね、この3万円台とか2万円台とか、もうここすらも出したくないっていう、本当ちっちゃな小型プロジェクター買ってね、これがクーだったらいいね、あだってね、これがちょっとクーでちょっとくれとか、画質がもうちょっとあれだったらとかね、この機能があの機能があってね、でこれが台形欲しいな、これでしかできないから4点ができたらよかったのにとか、安いのを見てるとそういうのが多いんだよ。お前何様だよみたいな、こんなプロジェクターで分かる分かる。なのでね、本当ね、おかしいなと思います、ね。まあ、そんなわけで、どうでもいい人、ね、どうでもいい人はどうでもいいものを買ってね、いつかの何かのレビュー見たらね、1万円を3個買った、ね、あれもダメじゃん、これもダメじゃん、3個買って、やっぱ休むのはダメだよって思って、ね、思い切って高いのを買ってみた、ね、まあ、画質はまあまあだなってね、2万円をもう高いっていう、もう2万円を高いっていう人を、ね、だもうこういう人たちがレビューしてるんです、今回は思い切って高いのを買ったってね、2万円、ね、そういう人はもう、80回生まれ変わっても K1 買えないよね。3万円台の中はね、買えないよね。一生、一生知ることがない画質です、これね。でも1万円、1万円、1万円、2万円出して5万円出すんだったら、これ買ってもお釣り来るんだけどね、本当はね。だから本当にね、残念なんだよね。だから本当、シアターとして使いたい方、ホームシアターとして使いたい方、ホームシアターとして使うためにはやっぱここら辺クラスを買った方が絶対幸せになれる。でもエピソン20万、勉強50万なんです、ね。ホームシアターを楽しむためには
でもこれ20万でも安いんだよ。だって OG が、4対3のね、あのプロジェクター買ったって、あれ39万円で40万円したからね、あれね。で三菱のスクリーンが10万円、50万円のセットだよ、ね、それはね、専門店 AV ショップで割引してもらって、ね、10万円近く割引してもらって買ったけど、それでも、その当時はね、まあ、結構家庭用としては、まあ、いいグループだったとは思うけどもね、それぐらいはもうただ同然じゃん、本当、ね、だ勉強がね、50万、ね、50万ぐらいって言っても、まあ、昔に比べたらとんでもないびっくりするような明るくてね、4K 対応でもうとんでもない、ね、すごいものが買えるわけだよ、ね、だからそこから見てね、もう3万円でケチをつける人がねいっぱいいるし、おでかい、重い、ね、で、まあ、でも1枚2枚でね満足できてる人たちがいるっていうのもまあ事実なわけでね。まあこの K1 は何のためにあるのっていうと、やっぱ画質で満足したい人、ね、画質で満足したい人ね、お金はそんなに出したくないけども画質で満足したい人は K1 を選んでいけば間違いないよ、ね、で、K13 万円台ね半ばちょっと厳しいなね。でもこれ今1万、昨日自動が出してね1万4000円台だったね。ハンデ以下でヤーバーの V6 が買えます。ウィミースの K1 はもうないんだけど、これはまだ買えるんです、ね。通常1万6000円ぐらい台で売ってるけど、今ブラックフライデーなんで1万4000円台で買えます、これね。で、まあ、これ買っとけば、まあとりあえず1万4000円台だったらめちゃめちゃ安いと思うよ、ね。昨日 G が作った動画見ても分かる、過去のウィンニュース K1 の色違いなんで、これね。なので ほとんど昨日教えのもう ほぼ 99.9% 同じなんで、ね、まあ、どれぐらい優れてるかっていうのは G の過去の動画からも分かると思う、ね。この映画館さんのこの比較動画もあるんで、この比較動画を見てもらえればね、すごく分かる、これね。プロジェクター対決、これね、プロジェクター対決はこれだね。新旧比べてみたらってやつね。2年前に買ったこのヤーバー V6 とこのねヘンテコリンな K1 ね、おじいが紹介してる K1 と違う K1 だけどね、K1 ね、まあこれ比べてみたよって。でこれがね、備品疑惑もあるけども、これね本当ね、おじいにしてみるとね、まあ、でも本当これとこれ比べて値段が倍って言ったらすごい違うかも、聞こえるかもしれないけども、2倍の差があるんで、これが1万4000円台だったらお金を出したくないけれども、なるべく明るくていい画質で見たいっていう方はこのヤーバーの V6 激推しします。でこれも結構お値段すると思うけど、 こんなものを買うより V6 買った方が絶対にいいです、これがね。だから本当ね、1万円台のちっちゃなねミニプロジェクター買うよりも絶対にこの V6 を買った方が絶対に幸せになれる、ね。うわ1万4000円でこの画質、ね、そっかり音がするとかね、明るい分クリーニングするからね、暑いとかそういったものはあるよ、ある程度はね、うん。でもまあ画質番長ね、うん、これがパワーアップするとこうなるっていうね、これをもっと追求してこれになるっていうね。だからロングランに結構安くて人気があるモデルなんでね。まあ日本人ってね、古くなるとダメだって考える人なんで、海外は知れはないんでね、本当。まあそんなわけで、うん、で今回はバージョンについてなんだけども、バージョン 1.00 の2022の12月16ってなってるので、今電気代がすごいもったいないんだけど、ずっとここねつけっぱなしだったんだね、これね。ここで今 K1 をね用意してます、ね。
今 K1 を用意して、であのバージョンとかいろいろね、ちょっと皆さんと一緒に確認していこうかなと思って、今ここにつけっぱなしだった。非常にもったいないでしょう、何も映していないのに。それでまず最初にこの状況でね、裏メニューボタンを押しても何も始まらないです。それで、HDMI のね1を選んで、で今 1080p になってるね、 Fire TV スティックね。であんまり時間がないからサスペンドになっちゃってるんで、はい、今ね動かしたのがあそこに点ってあったんで常時点灯かなと思って動かしたら動かなかったんで、このスクリーンがね、それで大谷翔平奇跡の、それで、裏メニューボタンを押します。でそうするとまあ視聴者さんの報告だとこれね、おじいの場合はこれね設定なんだよね。で視聴者さんの最近のやつだとここがなんだっけな、写真モードの前だね、テレビ設定って出るんだね。でおじいのやつはテレビ設定って書いてない、ただの設定なんだよね。でもここから違うんだよ、今のやつがテレビ設定ってなってるんだってね。ここが違う、そもそも。で、写真を選んで、こうすると、まあ、写真なんだよね、写真。こうなんだね。で、絵のモードね、ユーザー。で、輝度、対比、飽和、シャープネス、色温度。ね、で、この色温度がなくて、色差。なんだっけ、なんだっけ、思い出せない、色素だかなんだっけねって書いてあるっぽいっていう、でよいしょ、まあここをねよいしょ選ぶと今スタンダードになってるけど、クールとかウォームとか選べるんだけど、これがね、これが今ウォーム、ね、でこの 色温度はこうでしょうっていうね、ここも RGB で選ぶことができて、ウォームだと青い原因っていうのがマイナス50になってるんだね、これが、でいじるとユーザー設定になるけど、まあ 色温度設定はね、今これウォームだけどこれも変更することができます。リモコンがね、ちょっと反応が悪いな。よし。電池入れ替えるか。本当ね、もう電池変えないと全然ダメ。ダメだな。電池抜こう。ちょっと待って。電池変えよう。よし。充電池がね、減るの早い。本当。フル充電して置いておいても、使おうと思ったら中身が残ってないことがすごい多々あるんで、ダメ、まだちゃんとした電池が今ないから充電しないと、ずっと使い回しで使ってるからね。よいしょ、これでどうだ、でこれがスタンダードね、でこれがクール、ね、でユーザー設定はね、まあ基準は000からなんでこれね。で本当ね、なんでこれなんだろうなっていう。でバージョン見に行きましょう、バージョンね、ホーム画面から
ここがもう日本語ならないね、本当。これかな。システムバージョンが2020年の9月1日です。これね。おじいのやつはバージョン 1.008 で、さっき報告もらったのは、バージョン 1.000 の2022の12月16日なんで、おじいのはバージョン 1.008 なんだよね。001ではない。で、2022年の9月1日。だ、2020年の12月16日よりも前なんだよね。だ、2020年9月1日のバージョン 1.008 のファームウェアなんだ、これね。システムが。で、今、新しく買うとバージョン 1.000 の12月の16日バージョンなんだね。これが謎だね。最初におじいがね、発売時紹介した時のやつがバージョン 1.008 っていう、2022年9月1日のバージョンっていう、バージョン、その時期のバージョンなのか、それともこの、やっぱバージョンあれよね、おかしいよね。バージョン 1.00 だ。でもその日本語表示とかそこら辺はバージョン 1.000 の方が、ちゃんとしてるよね。これはね、まあ不思議だね、本当ね。ポケモンになっちゃう、不思議だね。ここら辺はちゃんと日本語設定になってるみたいで、なんでだろうね、不思議だね、不思議だねになっちゃうと。ここら辺みんなあれだよね、ちゃんとジャパニーズに設定してるよね、これね。やっぱファームウェアの違いなんだね。オンラインアップデートプロジェクターが最新バージョンでして出てくるからね。あ、映ってないじゃん、映ってないじゃん、今まで何も映ってなかった。ああまあしょうがないね。ユーザーソースアプリケーションこの付近者で、まあここでやってもな。だから本当ね、このローカルアップデートでファームウェアをもらえれば同じにはできるとは思うんだけど、まあ調整されて出荷されてるからね、変更する必要がないからね。いやー、これはね、本当ハードウェアのに従って作ってるから、おじいのやつがバージョン1.008で、今のがバージョン 1.000 だから、アップデートで、それでもアップデートできないんでしょ。ちょっと待って、システムで1.000となっておりまして、でアップデートは不可だよね、確かね。そうだね、そうです、間違いない。やっぱり謎だね。なんでおじいのがバージョン 1.000 で今のが 1.008 だったら分かるんだけど、なんでなんだろうね。だバージョン 1.000 の時は日本語表示はまだおじいのよりはまともだったっていうね。でもバージョン 1.008 で日本語が変になったっていう、ね、そういうことでしょ。だからなんでバージョン 1.008 新しいファームで、これ違うな、
12月に作った、あのね、過去にね、こういう例もあるんだよ。あのチームが、開発チームがね、いくつかあって、でいろんなチームがファームを作るんだよ。で各 ABCD のチームがあって、であの各自ファームを作るじゃん。であっちが良くなって、こっちが良くなってっていうファームが存在して、だから A チームのバージョン 1.000 の作ったね、このチームが長崎に作ったと、こっちのチームが作ったバージョン 1.0 長崎に作ったってね、こういうのが存在して、あ、こっちとか正直こっち使おうかとかね、あのそういうのは別のものだと過去にあった、そういうのがね、まあ、知ってる人は知ってると思うけどね。そうだ、本当ね、謎だよこれは。まあ、考えられることは、選ぶことができないっていうのは、なんで選べないのっていうと、そこにアクセスできないっていうことだから、プログラム上のロックなのか、ハードウェア的にないからできないのか、メニューが出てくるっていうのがね、色相っていうメニューが出てくるっていうのがね。じゃあちょっと HDMI の2に入れ替えてみようかな。2、今 HDMI の1だったんで、よいしょ、はい、2に今ね入れ替えて、まあ、大変なんで、ほんと手の感覚がない、足も痛くてね、歩くのがもう今精一杯。もうこれで、あ、今度は今入れ替えたから216になってる、4K26 で認識してる。でこの状態でメニューどこ、これかで写真を選ぶ、やっぱ一緒だね、変わらないね、変わんない。そうすると今度は、USB で確認したんだけど、あれ、いつもプロジェクターで使ってる、あのデータが入ったプロジェクター専用のメモリーカードが、いつもここに置いてある置き場所にいない。まあおじいの部屋ってこういうもんだよね。何かの時にないんだよね。お前もやばい。これ使えるかな。よいしょ。じゃあ USB のモードをね、ちょっと確認しまーす。でホームに戻って、で写真で、これがめんどくさいんだよね、ほんとめんどくさいんだよね、これがね。で写真の時は、あ、こっちか。写真の時の項目から選んだ。ああ、よいしょ。輝度、対比、飽和、シャープネス、色温度。まあ、あそこはシャープネスだったね。まあ同じだね、色温度は設定できるね。もうこれはもうあれだね、ファームウェアだね、完璧に。完璧にね、ファームウェアだ。よし、これほんとめんどくさいんだよね。最近のはフォルダの中でね、選ぶと自動的に判別してくれるのがあるけど、
最近リモコンがなんかあれだな、これ電池のせいかな、今電池入れ替えたけど反応悪いな。でこの状態で、あ、裏メニューか、やっぱこれか。ビデオなんだか、あ、なんか、日本語になってね、MP4 の場合は、これが設定項目、あー、消えちゃう。はい、しょっと、ちょっと。よいしょ。ビデオサブタイトル、あ、もう全然書けないな、これな。ピクチャー、待って、ピクチャーセッティングとか、ピクチャーセッティングっていうのがあって、あー、で、ピクチャーセッティングを押すと、この右側に、また同じのが出てきた。ね、で、この MP4 を選んで、色温度、あ、うん、行くね。ボタン押せば行くね、うん、これね、みんな知ってる。これなんで入れとくのかっていうと、あのドット掛けとか常時点となった場合にこれこうやってやっとくと戻る可能性があるってやつね、うん、あの常時点とかドット掛けってそこのところにあのもう名前出てこねえけど何だかが流れたりとか愛車とかなんかそういうシステムがあってこうやってやってるとその詰まったものがポンって流れたら戻るよっていうね、まあ分かんねえと思うけどこれやってると調子よくなるよってやつとかね。でメニュー出して、メニューどこだ、うん、メニュー出して個人のやつ今のところあれだね、別に調子が悪いのはないね。ちょっと待って、ね、前はね左側にねなんかあーってのがあったけど今ないんだよね。写真にしてちょっと、なるべく白がないやつ、うん、でこうやって見て、でドット掛けとか常時点灯とかないでしょ、ね、スクリーンがねこれ一箇所穴、一箇所穴開いてるところがあるスクリーンが、ね、あの石ころのところか、ここに穴が開いてるんで、これね、これはあのドット抜きじゃないよ。これは、これはあの今プロジェクター動かすけど、こうでしょ。ほら、ね。ほら、今揺らしてるけど、ね、スクリーンだから、穴が開いてるんだね。これは違います。で、こうやって見てって、ドット抜けとか、ね、異常時点灯だったら、今のやつをバーってやっておくと、戻るよって、テレビとかモニターとかね、戻るよって諦める前にやってみようってやつだね。でひどいプロジェクターだとあのドット抜けドット掛けがね10個20個もあるよとかそういうものって結構ねレビュー見てるとねあったんだよ昔ね、うん、はい、そんなわけでね、もうモードの問題とかそういう問題ではない、ファームウェアのバージョンで要は設定が違う、うん、っていうことがね分かりました、ね、HDMI1、2、USB でも同じです、ね、これもファームウェアの違いです、うん、色合いが滑らかになるからないのは厳しいねっていうそういうお声もあったけども、うん、まあ、こだわる人は初期型ね、うん、いやおじいびっくりだよ、あのあっちのアンドロイド搭載のね
特別バージョンだったらまだ話が分かるけど、通常のこちらノーマル K1 でね、ファームウェアのバージョンでこんな違うなんて、しかもみんアップデートしてみんな同じ状態で使えないっていうね。まあゲーム機だとね、バージョンによってファームウェアが対応する対応しないっていうのはあるけど、全く同じ形と同じものでねいかないって、中身のハードウェアの違いなんて分かんないし、ね、でおじいもいつも言ってるけど、オンラインアップデートね、アンドロイド搭載機だったらまだしも、通常のやつでアップデートがあるよって言ってもオンラインアップデートで対応してくれるものってないよ、ほとんどない。今までオンラインアップデート到着してアップデートになったとか、使ってるうちにアップデートになったっていうのは大体アンドロイド搭載機モデル、元のアプリがアップデートがあって不具合が出るからクレームでね最初だけ対応するんだけど、だから本当ね、アンドロイド搭載モデルってサポートが終わったらもうそこで終わりなんで、本当中華のやつなんで特に短いからね。でこういうね、こういうところの日本語に対応する対応しないとかさ、あれが最終的にできないってあるじゃん、文字コードとかそこら辺の問題でバケちゃったりするんだけど、それすらもう基本的なことをやってくれない、知らない、チームもあるし、ね、チームっていうか、なんでそうなのっていうね、わけのわからないのもある、技術がないものもある、ね、野球部のみんなそういうので差をつけていくと思うんだけど、まあ、サポートの悪い商品もいっぱいあるんでね、まあ、そういった面で、まあ、やばウィンミュース買っていけば他のもの変なものかよりはまあ間違いはないんだけど、いやこのバージョン違いはね、マニアな人にとってみたら大きな問題で、普通のねユーザーにしてみたら、別にその色設定ができるできないってそのモードに入ることすら知らない人が多いわけで、だからその設定ができたから何なのっていう、マニアの人たちはやりたがるからあった方がいいけど、普通の人たちは画面が綺麗だねで見ててそこからいじれない人だからね、いらないと思うんだけど、マニアックな人はでもやっぱあれだよね、初期型バージョンが良かったよね、まあそんなわけで何が原因かわからないけど、バージョン 1.008 で調整ができなくなったんだね。なんでなんだろうね、そこいじってわけわからなくなっちゃって困る人がいるからやめたのかもしれないしね、それは考えられるよ。でも本当なんか戻したっていうねことも考えられる。 RGB でいじってるうちにどの色があって、まあリセットすればいいんだけど、なんか戻したくなっちゃったっていう、私わかんないっていう人もいるだろうしね。だんだん時代のニーズに合わせて面倒くさい、こんなの当たり前なのにっていう、でも面倒くさいことがいっぱい起こってくると、特に日本人ってそうだからね、そうするともう面倒くさいからじゃあない方がいいよねってね、もうそういう問題が起こる原因がこれなんだからない方がいいよねっていうね、そうなっちゃうことも多々あるからね、分かる。はい、そんなわけでね終わります。今回もね、K1 はファームウェアが違うということで決着がつきました。情報提供いただいたね、視聴様ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。